はい、こんにちは、サガレポートです。今回は J1 リーグ第34節、いよいよ最終節となりました、サガン鳥栖対サンフレッチェ広島、こちらの方ですね、振り返りをしていきたいと思います。広島の方はですね、この試合3位になる可能性を残しておりまして、3位になったら来シーズンの ACL のプレーオフに出場できる可能性を残すというところで、まあ浦和レッズが今シーズンの ACL 決勝に行っておりまして、浦和レッズが優勝したら来シーズンのプレーオフ出場権は浦和レッズが取るというところで、まあ広島としてはですね、まあ一応権利のためにもですね、まあ賞金のためにもぜひ3位の方に入っていきたいという試合でした。鳥栖の方はですね、まあ ACL もなければ、まあ降格もない、まあ残留も決めているというところで、まあここ数試合ですね、そのモチベーションのところなのか、まあ河合監督がいろいろ試しているとかいうところもあってですね、なかなか成績が出ないんですが、まあ元からですね、最終節が集大成だということも話されてありましたので、しっかりとですね、勝って終わりたいところでした。まあ試合は引き分けだったんで、まあ集大成としてはちょっと不完全燃焼。ただ河合監督はですね、まあ来年も指揮を取られますので、来年のですね、河合サガンに期待して、来シーズンのですね、最終節にしっかりまた集大成ですね、その時の順位はどうかわかりませんが、まあそこでの、いい試合での勝ちを目指して、またしっかりとですね、頑張っていってほしいなというふうに思います。それでは早速見ていきましょう。はい、それではスタメンです。最終節というところで、今シーズンの集大成とですね、銘打たれた試合だったんですが、まあ一番勝ち点を稼いでいた時期のですね、システムだったかなというふうに思います。後ろ3枚にして、ダブルボランチを置いて、ウィングハーフを外側に置くと。で、インサイドハーフ2名。で、まあ、ワントップを置いて、まあ、ここはですね、ゼロトップ的な動きで、まあ、ボールを引き出す。ビルドアップに参画する。で、まあ、もちろんゴールも決める。そういった動きをするですね、システムで。まあ、私としてはですね、今シーズンやっぱこの形が一番ですね、ハマっていったかなというふうに思います。で、そうなってくるとですね、後ろ3枚になると、活躍の場が生まれてくるのが田代というところで、シーズンの中盤頃はですね、まあ、4バックにしたり、いろいろですね、また、いろんな新しい試みをするというところで、ちょっと出番を失っていた時期もありましたが、まあ、こうやってですね、最終節に、試合、スタメンで出てこれたのはね、すごく良かったかなというふうに思います。まあ、今シーズンはですね、田代の活躍、あってこその残留かなというのもやっぱり思いますね。まあ、鹿島戦の炎の同点、4点目のゴールとかもですね、すごかったですしね。まあ、あと、今シーズンの象徴といえば、まあ、福田と小泉のダブルボランチですね。ここがですね、うまくボールを引き出してビルドアップにも参加して、で、まあ、ファーストディフェンスですね。まあ、攻守の切り替えですね。タイミングでの鋭い、プレッシング。そういったところでですね、サガン鳥栖にですね、攻守のリズムを作り出してくれたというところで良かったかなと思います。で、あとはですね、岩崎と長沼、アウトサイドですね。岩崎は特に、日本代表に選ばれて帰ってきてからが、またちょっとですね、活躍というか、プレーの幅も広がってですね、まあ積極的なシュートも見えましたし、まあ後半、シーズン後半は、まあ岩崎のチームになるのかな、ぐらいに思ってたんですけれども、チームそもそもがですね、そのものがですね、ちょっと勝てなくなっちゃってしまってっていうところはありましたと。で、長沼はですね、広島戦ですね、出れたんですね。私期限付きかと思ったら完全移籍だったということで、まあ、非常に期待値の高い選手で来年もね、残ってくれると思いますけどですね。まあ、長沼が入ってから、まあ、右サイドの出場が多かったんですけれども、クロスからの得点ですね、そういったのが増えて、まあ、攻撃面ではですね、非常にまたアクセントを加えることができました。はい。で、インサイドハーフはですね、まあ、風知と、西川君ですね、が、今日はスタメンだったんですが、まあ、開幕戦のスタメンであったですね、菊池君と、堀米。はですね、リザーブの方におります。まあ、菊池と堀米もですね、かなりですね、インパクトのある、まあ、シーズン序盤戦ではですね、まあ、彼らの活躍があってこそのですね、まあ、引き分けが多かったんですけども、勝ち点は稼げたかなというふうに思いますし、西川くんはちょっと怪我してたんですが、怪我から治ったらですね、すごいですね、いいポテンシャルを、見せてくれて、今日の試合はですね、まあ、今からちょっと話しますが、ビルドアップはですね、西川中心のチームだったなというふうにですね、まさにキーマンだったなというふうに、思う動きで、まあ来年はですね、もうちょっとですね、残ってくれるかどうかというところありますね。フーチはですね、まあ相変わらずですね、パワフルな動きで、もうシュートもですね、決めて、ただですね、二桁いってほしいですね、来年は。ちょっと鳥栖にいるかどうかっていうのはあるんですけれども、彼をね、得点もっと取れる選手ですので、まあちょっと夏場をしっかり乗り切れたらですね、
もっともっと得点取れる選手、センス抜群なので、ちょっと期待してますね。来年、頑張ってほしいなというふうに思います。で、まあ、宮代ですね。まあ、彼、もしくはですね、小野がですね、やっぱりトップに入ることで、ボールの引き出しも増えましたし、まあ、キープのところとかですね、ゲームメイクのところとかですね。まあ、そこはサガン・トツがですね、まあ、勝ち点1から勝ち点3になるためのですね、動き。特に宮代はですね、いいところでのゴールも多かったですしね。彼もですね、レンタルなんで残ってくれるかどうかっていうのはあるんですけれども、今シーズンですね、本当に大車輪の働きをしてくれたのかなというふうに思います。で、リザーブの方もですね、今シーズンですね、まあ、いろんな場面で、活躍をポイントポイントで見せてくれたですね、選手たちが、この7名がですね、リザーブの方に入っております。ちょっとですね、中野信也くんがいなかったのは残念ではありますが、まあ、ちょっと中野信也くんのことを除くと、今シーズンのですね、集大成と言えるべき、まあ、スタメンの11名、そしてリザーブの7名、この18名でですね、最終戦を臨めたというのはですね、非常にですね、良かったかなというふうに思います。それでは早速試合の方を見ていきましょう。はい、それではですね、鳥栖のビルドアップと、広島の守備の方をですね、見ていきたいというふうに思います。で、まず広島の守備なんですけれども、両ウィングバックですね、ここの動きがですね、ちょっと特徴的というか、かなりですね、工夫してきたなというふうには思いました。というのがですね、開幕戦だったですかね、トスがですね、高い位置を、ウィングハーフ取りますので、そこにですね、ちょっと人当てて、このエリアをですね、菊池と堀米にですね、かなり使われて、トスからするとかなり使えてたというところあります。で、そういったところもありますし、ちょっと、最終ラインのですね、ビルドアップ、トスはやっぱ特徴的で、この3人のですね、両ワイドがかなり広がって、まあ、時にはですね、最近はちょっとそんな回数はないんですけど、パギさんも上がってきて、こう4人の形でボールを回す。みたいなところもあって、まあ、ここのですね、サイドの攻防っていうところがやっぱ大事になりますので、柏とですね、野上をちょっと上げて、少しですね、ファンソッコとかジエゴを見るようにして、最終ラインのですね、佐々木と塩谷が、まあ、長沼とか岩崎を見れるような、まあ、こういった形をですね、守備組んできました。で、これで、サイドもですね、まあ、人数で、劣ることもなく、まあ、同じ人数ですね、見れますし、前線もですね、この3バックプラス、ダブルボランチ、トスに対してですね、この5人でですね、規制をかけれることができると。でですね、スペースを空けるところも、まあ、少ないと。いうところで、かなりですね、まあ、ちょっと、ワンツーマンという形ではなく、もうゾーン的にですね、まあ、野上と柏がですね、うまくポジションを調整しながら、全体をトスに規制をかけていこう。まあ、といって、まあ、ミドルサードで守るわけでもなく、かなりですね、前線から激しく、来てましたので、トスにとってはですね、なかなかスペースが狭い中でのですね、ボール回しを、強いられることになって、すごくですね、難しかったかなと思うんですけれども、かなりですね、やっぱり今シーズンのですね、ビルドアップのいろんな工夫の集大成というべきですね。このプレッシングがある中でもですね、うまくですね、抜けてビルドアップの出口を作ってきたかなというふうに思います。で、そのビルドアップの出口なんですけれども、そこで活躍したのがですね、この、インサイドハーフの2名ですね。彼ら2名がですね、うまく、このボランチの脇のエリアにですね、降りて、ここの5人でですね、開きながらボールを回しながらですね、広島の守備を少しずつ崩していって、ここのスペースを空けて狙う。というところがですね、非常にうまかったかなというふうに思います。で、次の図を見てほしいんですけれども、特にですね、このビルドアップでキーマンとなったのが西川くんですね。この、前半戦ですね、ビルドアップでボランチ分けで受けた回数というところで、まあ、この時間帯、これ、0148って1分48秒ですね。この時間帯に誰からボールを受けたのかというところを書いております。で、西川くんはですね、もう11回、このエリアでボールを受けてます。で、特にですね、まあ、パギさんからもですね、直接ボールを受けるようなシーンもあって、そういったところでですね、かなりですね、西川くんが非常に活躍したかなと思います。で、ただですね、こう、時間帯見たらわかるように、20分ぐらいまではですね、すごく受け入れてるんですけれども、広島もですね、やっぱりここがちょっとやられてるなっていうところがありまして、もう宮代、ちょっとですね、警戒、中央を閉じてたんですけど、少しですね、やっぱり、この両脇ですね、を警戒するようになりましたし、まあ、この、ウィングバックを下げて少しですね、センターバックが、ここに上がって、ちょっと規制をかけるというシーンも見られました。この辺はですね、やっぱ広島、さすがだなというふうに思いますね。まあ、ゾーンを維持しながら、スペースを消しながら、まあ、相手に、うまく使わせないように、まあ、規制する。まあ、この二人ですね、明確についてきたかなというふうには思います。で、トスの方はですね、まあ、20分過ぎから今度は、
プーチとですね、西川君のですね、右と左を左右反転させました。で、これでですね、まあ、うまくいけばよかったんですけれども、まあ、ちょっとボール、この時間帯見ても分かるように、20分過ぎからですね、あんまりちょっとビルドアップでですね、ここで受けれることはちょっと少なくなってきたかなというのはあるんですけど、まあ、ファン速攻がですね、特に、いい動きを見せて、パスを、送り込んできたりしてたので、まあ、なんとかですね、つなぎながら、ビルドアップの攻撃できたかなと思います。で、もう一つやっぱり広島がですね、すごくこう前から来るんで、そこでの狙い目はやっぱり岩崎とですね、長沼へのですね、パギさんからのフィードですね。ここはですね、なんかこれこそですね、ちょっとの集大成だと思いますね。まあ、試合の序盤はですね、前半戦はいいのと岩崎ですね。で、いいのに向けたですね、長いフィードも多かったですし、やっぱここがですね、トツの、いいところですね。短いパスで繋いで崩すっていうのと、長いパスも使ってですね、相手の裏を一気に取る。パギさんがですね、湘南戦のインタビューだったかな。まあ、パスを、細かいパスを繋ぐことだけが目的ではないみたいなのをですね、インタビューで話していたんだけど、まさにその通りだと思います。田代からですね、宮城へのですね、長いパスも一発でね、通ろうとしたシーンもありました。まあ、住吉のですね、ナイスディフェンスで塞がれたんですが、そういったですね、長短のパスを駆使して、で、相手の、陣形を崩して、スペースでしっかりとパスを受けることができる。そういった攻撃ができたのはですね、まあ、非常にですね、良かったと思います。まあ、シュートが少なかったのはですね、まあ、確かにあります。で、まあ、ちょっとそこはですね、来年に向けての課題なのかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、ビルドアップいい形ができたなっていうのをお伝えしましたが、その中でもですね、まあ、この図の中の8分3秒ですね、ソコさん。こちら色がついてますが、このシーンがですね、すごく良かったんで、まあ、このシーンちょっと紹介したいと思うんですが、こちらがそのシーンですね。で、左サイドからジエゴがスローインをパギさんに向けて投げます。そこからスタートで全体がですね、スライドがものすごく速くてすごいなと思って、で、パギさんにボールが当たった瞬間ですね、ファンソコもですね、ソコさんも右サイドにブワーッと開いてですね、ボールを受けます。で、そこで、先ほどのですね、広島の守備の構図ですね、柏が上がって佐々木がこの辺を見るという構図の通りにですね、広島全体動くんですが、そこでですね、まあ、一つ佐々木が岩崎の方にこうついてる。まあ、ここ縦を警戒ですね。まあ、岩崎からまた抜けられると厳しいんで、佐々木は、岩崎にですね、スピード乗らせるように先にちょっと詰める。そうしたところで、まあ、ここ西川くんがここですね、素晴らしいいい具合のところにですね、顔を出すんですよね。で、そこにですね、ソックさんから、パスがここに、入ります。その瞬間ですね、まあ、佐々木は、外に開いている。で、住吉は宮代を見ているというところで、このセンターバック間のギャップがあるんですよね。で、そこに向けてですね、こうドリブルを西川くんはですね、開始できるタイミングにあります。で、そうなってくるとですね、佐々木はですね、こう絞らなきゃいけないんで、ここにボールが入った瞬間ですね、佐々木はここにですね、絞る動きを始めました。そうなってくるとですね、今度岩崎のスペースが空くんですよね。で、この形がですね、もう前半作れててすごく良くて、ただ残念だったのは、このシーンはですね、西川くんがちょっとですね、トラップがですね、うまく自分の足元に入らなくて、攻撃ですね、未遂に終わってしまったんですが、この形がですね、佐々木のポジションとか柏のポジションですね、住吉のポジションも含めてですね、広島がですね、ちょっと迷いを見せるというようなシーンですね。ところ、間をうまく使って抜けさせて、フリーの選手を前で作ると。いうのがですね、できていたんで、すごく良かったなと思います。で、その時にですね、点が取れたら良かったんですけれども、シュートまでですね、なかなかいかずに。まあ、残念だったんですが、まあ、こういった形をですね、ちょっと模索しながらですね、来年もいい形でですね、ビルドアップ、続けられていったらいいかなというふうに思いました。はい。で、もう一つですね、ちょっとこの試合気になったシーンがありまして、サウンドがですね、こう、割と、押し込んでいた時ですね、そこで、長沼と本田風紀君がよく見せていたんですが、このエリアですね、ここのギャップですね、に対してかなりですね、こうパスを送り込んでたんですよね。まあ、味方が走り込んでいてもいなくても、こう送り込んでて、まあそこはですね、まあ宮代とかですね、まあまあ、グーみたいなポーズを見せてたんで、まあチームとしてですね、ここのエリアがですね、広島のですね、守備の中でちょっとギャップができて狙いやすいところっていうですね、スカウトの、報告があったんじゃないのかなというふうには思いました。まあ11分とかですね、まあ14分とかですね、この辺のところですね、かなり狙ってますし、まあこのスペースにですね、小泉が走り込んだケースもありますし、ジエゴが走り込んだケースもあるというところで、まあこの辺を狙ったらいいみたいなですね、スカウティングはあるって、そこをですね、
選手たちにはですね、まあ先ほどのビルドアップの例もありますし、落とし込んではいるんですけれども、なかなかですねそれが成就できなかったということで、まあそこはですねやっぱ個人の、技量であったりスキルであったりですね、その時の判断タイミングっていうのをですね、増していかなきゃいけないですし、まあそこは組織力チーム力ですね、この選手たちが残ったらまた来年楽しみだなという人もありますんで、まあちょっとそこはですねストームリーグ、どうなるのか楽しみだなというところでもあります。はい、以上が、サガン鳥栖の攻撃の部分でした。はい、それではですね、まあ鳥栖の守備とですね広島の攻撃、まあこうざっくり見ていきたいと思うんですけれども、広島の守備はですねある程度ゾーンを割り当てて、そのゾーンの中でですね、ボールの動きに合わせてみたいな、で人をはめ込んでいくみたいな感じだったんですが、鳥栖はですねどっちかって言ったらですねもう全部あらかじめ配置を合わせて、まあオールコートマンツー気味にもう一人寄せていく、で、パスが出された先でちゃんと人を待ち合わせて、まあ、逃がさないというようなですね形で守備をしておりました。まあ前半はですね、まあ、動きがいい時はですねそこでかなりですね、まあ、前線の方でもカットできていたのかなというふうに思います。で、そこに合わせてというわけではないですけれども、広島の攻撃の狙いはですね、まあ、まずはですねこのウィングハーフの裏のスペースですね、ここのスペースはですねかなり長いボールでも、使ってました。まあ、ビルドアップの中での長いボールもありましたし、まあ、ボールを中盤で奪ってからのカウンターですね。まあ、攻守の切り替え、ポジティブトランジション。そういったところでもですね、ここをめがけてっていうのは多くありました。で、ここはね、やっぱスペースに向けて蹴るということで、まあ、人がいなくても蹴るケースもあったんですけれども、そこはですね、まあ、広島の狙いだったかなというふうに思います。もう一つはですね、ベッカルファイですね。まあ、ちょっとパスを回していきながらですね、トスはですね、このインサイドハーフが顔を見せたんですが、広島はですね、ベンカルファーが顔を見せて、ボールを受けて、そこでリズムを作って、全体を押し上げていく。で、田代がですね、ここはもうさすが、マンツーマン男ですね、マッチアップ、タイマンがですね、今シーズン、この試合もですね、炸裂したんですが、まあ、あまり高いボールとか長いボールとかを中央でですね、知らせるって感じではなくて、しっかりやっぱり、ベンカルファーの足元に入れる、という攻撃が強かったんで、まあ、田代もですね、そんな、めちゃめちゃ活躍のシーンがあったわけではなかったんですが、そこはまあ広島はうまくですね、剥がしながら、ビルドアップやってきたのかなというふうに思います。まあ、サイドの裏のスペースのところと繋ぐときはベンカリファーから。で、トスはもう、一人一人当てはめて、しっかりプレスがはまって、相手を前を向かせなかったら取り切りたいというですね。まあ、そんな守備だったかなというふうに思います。はい。ということで、試合はですね、2対2のドローということで、広島が先にですね、前半に2点取ったんですが、トスが後半に2点取って落ちたという試合でした。まあ試合展開的にはですね、追いついた方なんで、まあ盛り上がって終わって、まあ翌日のですね、ファン感謝デーに向けて繋がって、すごく良かったかなというふうに思います。まあ大敗してたらですね、なかなかですね、この結構半年間ぐらいかけて準備してきたファン感謝デーもですね、最初微妙な雰囲気で始まってたかもしれないんで、まあいい形でですね、試合を終えることができて良かったかなというふうに思います。で、まあ、先ほどですね、レポートで、話したように、お互いにですね、まあ、ビルドアップの部分であるとか、守備の部分であるとかですね、まあ、しっかりセットしてですね、自分たちのやりたいことを、まあ、表現できて、すごくいい試合だったと思うんですけれども、やっぱり得点のところっていうのはですね、ミスが絡んだり、まあ、セットプレーが、絡んだりいたしますので、そこはですね、やっぱりお互いにですね、注意しなきゃいけない部分というところかなというふうに思います。で、佐々木の得点もですね、西川くんが、まあいい形でビルドアップで受けたんですけど、バックパスを見せてコーナーキックしてしまったというところでもありますし、もう三田のゴールはですね、オフサイドの取り損ねみたいな感じですよね。で、ここですね、私も何回でもですね、言うんですけれども、オフサイドは VAR が見てくれるんで、もしプレーが続いてたらですね、まあ全力でですね、プレーをですね、続けてほしいんですよね。で、そういった場合はですね、プレッシャーがしっかりかかっていたら、まあ、三田もですね、あんなでですね、ビューティフルなゴールが決まらなかったかもしれない。もう、ジエゴとかですね、もう必死に追いかけていたらですね、もうこれ、まあ、8月ぐらいもですね、私ちょっとツイートしたんで、これ名古屋戦だったと思うんですけどね、オフサイドは VAR が見てくれるから、あなたたちはしっかりとボールに集中して、プレーを続けなさいとですね、これはですね、もう来年の課題ですね、トスに来て、ぜひですね、もう、VAR をですね、あるんだから、プレーはあなたたちは続けなさいというのをですね、言い続けたいと思います。はい。で、まあ、宮城のボールもですね、広島のバックパスをですね、柏からのパスを、佐々木の方ですかね、ちょっと強いパスでトラップミスって、まあ、これはでも前半からですね、前からしっかりプレスをかけてですね、
相手をですね、自由にさせないようなのを続けてきた、まあ、ご褒美ですね。で、またボールを拾ったのがですね、西川くんっていうのもすごく良かったですね。今日すごくいいプレー見せてたんで、そこで宮代へのパスも秀逸。で、宮代はまあ今シーズン、彼らしい集大成のゴールを決めてくれたっていうところと、先ほどですね、8分いいプレーありました。ファン速攻がかなりですね、ビルドアップで貢献してたので、まあ、そういったところですね、セットプレーでも。ゴールを決めるというところでですね、かなりですね、こちらもご褒美的なゴールで、まあ良かったかなというふうに思います。ワンソックがゴールを決めた後、肩を組んでですね、ベンチの方に帰っていく。あの姿はなんかいいですね。なんかこう、なんていうんですかね、ほっこりしますね。あ、ファンソックを残ってくれるのかな、わかんないですけどもですね、まあ今日、この試合のプレーを見る限りでは、来年もですね、期待できる。残ってくれたら期待できる選手じゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回の、最終戦広島戦のレポートは以上となります。今シーズンもですね、何試合かこういった形で試合の振り返りをレポートとして、お届けさせていただきましたが、聞いていただいて本当にありがとうございました。まあ来シーズンもですね、こういった機会があればまた少しずつですね、こういった形でレポートしたいと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。シーズン終わりましたが、まあシーズン中にですね、残留勝ち点予想とかいくつか動画作ってたのがありましたので、まあそちらの反省会みたいなのもですね、少しやっていけたらいいなというふうに思いますので、引き続きですね、見ていただける方はぜひ楽しんでいただければいいなというふうに思っております。ということで、ひとまずここで、一旦締めたいと思います。2022年ですね、サガン鳥栖。まあ、求めていた成績ではなかったかもしれないですけれども、最低限のですね、目標というか、ノルマというか残留を決めてですね、良かったです。来年もですね、J1 で戦える権利を得ることができました。監督は続投ということで、それによってですね、選手もですね、まあ、トスに残ってくれるかどうかっていう影響もですね、かなり大きいと思いますし、またですね、一からの作り直しになる可能性もあるんですけれどもですね、また素晴らしいサッカーを来年も見せてほしいなというふうに思います。それでは、サガンレポート、今回は以上となります。聞いていただいてありがとうございました。